じゃ聞かない、スクールからやり直しますというわけで今日は、9歳以下のスクール、ここパルコタウンにお邪魔しております。今日はここね、パルコタウンで、9歳以下の子供たちに混ざって、サッカーを勉強していきたいと思います。それでは行ってみましょう。スクールからやり直します今日トップチームから嫁坂選手が出場してくれました、ね、あともう一人、もう一人いるぞ。誰だ、かっこいい見る目があるおばチャンネルの人、おばチャンネル、今日みんな YouTube デビューだ。 YouTube に出れるか、みんなな、頑張れよ。かっこいい姿を、かっこいい姿を、ね、YouTube におばチャンネル撮ってもらって、ね、かっこいい姿を、おばチャンネル、おばこの前やったね、お尻タッチした鬼子たちだし、OK、やった OK、嫁さんが選手が強いから、ボール持ってる2人を最初は、オガチャンネルのオガちゃんにも受けたって。オガちゃん。オッケー。はい、行くよ、よいスタート。はい、待って。はい、かけて。すぐタッチ。あ、でも2個持ってる。はい、タッチ。はい、タッチ。お前だね。やばい、ラッコと。やめよ。大丈夫だ、イエローマンがいるからな。じゃあビブスナッシュがこっちのレンジのビブスパーを取ってみる。かっこいい。はい、お願いします。お願いします。おー、どんまいと YouTuber から出るからなんかあるかもしれない。いけやばい。
もう子供みんなチームだから、もう子供みんなチーム、子供チーム対多数の中だった。じゃあ2個あるからね、俺が用意。ボール2個、ボール2個、しゅうちゃん、ボール2個ダッシュ守るか。みんなで行かないとね、王子じゃそんな上手くないからね。守れ！はい、今日はありがとうございました。コーチもめちゃくちゃ楽しかったです。みんなサッカー楽しかった？はい。その気持ち忘れずに頑張って、ありがとうございました。はい、じゃあみんなで、はい、気をつけ、気をつけて。はい、山坂先生、じゃあお子ちゃんさん持ってきてもらって、はい、大きい声でご挨拶できる？あ、気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあというわけで、無事にスクールが終了しました。めちゃめちゃ汗だくなんですけど、みんな元気ですね。やっぱり前回も思いましたけど、みんな元気です。ちょっとね、できてたのかできなかったのか分かりませんが、またですね、スクールにお邪魔したいなと思います。スクールの詳細とね、岩手グルージャー盛岡のホームページは概要欄に載ってますので、そちらもぜひご覧になってください。試合の様子はですね、ダゾーンもしくは岩手グルージャ盛岡公式 YouTube で配信されておりますので、そちらもぜひご覧になってください。一緒に岩手グルージャ盛岡応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘバナイスデイ。